こんばんは。実はフリージャズも聴くのが大好きな下町のソムリエ、リスイソムリエです。今日はですね、ワイン、アメリカのワインっていうとパッて名前が出てくる。オーパスワンとか、まあ一番高い高級ワインで有名なオーパスワンっていうのがあるんですけど、多分普段ワイン飲まない方だったりとか結構聞いたことあると思うんですよね、オーパスワン。で、そのオーパスワンっていうワインがロバート・モンダビさん、アメリカカリフォルニアワインの父と言われているロバート・モンダビさんとメドック、ボルドーの、フランスのボルドーのメドックの格付けのムートンとかも所有しているロスチャイルドがタッグを組んで作ったワインというのがオーパスワンと言われてて、まあ一番有名どころで言うとそうなんですけども、まあもちろん人によってもっと美味しいワイン、ケンゾーエステートとかヒューイット、これは小岩の王子様がオーパスよりうまいっていつも言ってますけど、まあ多々あると思うんですけど、まあもうざっくり一番有名と言っているのがオーパスワンかなと。で、やっぱりそのさっき出てたロバート・モンダビさん、すごいね、個人的にもモンペラのワイン紹介した時にモンドビーノっていう映画、映画でですね、モンドビーノっていう映画があるんですよ。で、それを見てもらうとすごいよくわかるかなと思うんです。ロバート・モンダビとかワイナリーも出てきますし、どうモンダビが資本が入ってコンサルティングとか入ったりとかして成長していくのかとか、そういったニュアンスも楽しめる映画になってます。結構前の映画なんですけど、まあ今みたいに自然派ワインというのが主流になる前に、ロバート・モンダビがカリフォルニアワインを作ってるのとか結構ドキュメンタリーに流れてて、まあ人それぞれ受け取り方もあるけど、その商業的なワインというのに結構アンチテーゼが若干感じ取れたんで、僕はなんかそこもそれまでやっぱりあんまりいいイメージっていうのは実はなかったっていうのが あったんですけども、今日は本格的なロバート・モンダビワインを飲んでみたいと思います。ナパバレーシャルドレ2014年です。このロバート・モンダビさんの手掛けてるワインってめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、ざっくり日本で流通してるワイン、安いアイテムからザラッと紹介していくと、まずはですね、ビールメーカーのキリンさんが売ってるんですけども、ウッドブリッジっていうね、スーパー、大手スーパーさんとかで売ってるので、あ、ちょっと聞いたことあるなって方多いと思うんですけど、ウッドブリッジ、まあこれがもう1000円前後で売られてる。で、その上がプライベートセレクションっていうので、カベルネソーヴィニヨンだったりとかシャルドネだとか、ブドウごとに作ってるワインっていうのが比較的2000円前後で売られてるんですよね。その上がこのもうモンダビの畑から作られてる、いわゆるナパバレーっていうのがあるんですけど、アメリカワインってカリフォルニアワインが 90% 作られてて、やっぱりカリフォルニアっていうのが一番ワインの名産地なんですよね。で、その中でナパバレーって言って一番トップになるんですけども、このナパバレーがつくと、まあお値段比較的少し上がって、まあ安くても3000円台後半とかで税抜きで売られてるっていうのが実情。その上になるともう畑レベル、ポカロンビニャードっていう、もういわゆるグランクルクラスって言われてる畑のワインを使ってるアイテムになると、だいたい数万円クラスですね。まあもちろんヴィンテージとか状態によっても変わるんですけども、ギリシャ語で美しいポカロンっていう意味らしいんですよね。そこから取られてると、まあそのクラスになって最高級って言われて、その上がオーパスワンとか、あとはチリとかでも結構タッグを組んでいくみたいな、まあいろいろあるんですけども、まあざっくり日本で流通しているのは、いわゆるもうモンダビのナパの味って言ってる、もうこのナパバレからっていうのがモンダビを代表する純粋な畑から作られているコラボでもないワインになってくるんですけども、ちなみにアメリカの公式サイトでは35ドルで売られてます。現行のビンテージは2000年代後半とかになるんですけど、もうもちろん2014年は現行のワイナリーでも販売されてない、もう8年熟成、めちゃくちゃ飲み力じゃないかなっていうなってますけど。で、あとね、もうモンダビさんってもうだいぶ前に引退して、もう所有者、資本は全然違う会社が持ってるらしいんですけども、もうブランドとしてもやっぱ
ロバートモンダビーっていうね名前は引き続きやって、ちゃんとそのブドウとか醸造技術もさらに進化してるっていうのは伝えられてますね。おすすめポイント、僕個人的な調べなんですけど、日本一安いです。ちなみに在庫で200本以上あるんですけど、2650円、プラス税。これめっちゃ安いんで、ちなみにさっき楽天のサイトでロバート・モンダビのナパクラスですねにあると最安値でですね、税込み4380円になってます。まあこれでも安いんですけど、もうねこれよりも1000円以上安くなってますっていうぐらい、結構気合いを入れて一気に仕入れた。まあその前にね、サンプル持ちしたんですけど、飲んでたんですけど、しっかりボトル1本今日は付き合っていきたいなというので開けてみたいと思います。染みてますね。なんで瓶熟ですね、おそらく。でもコルクはすごいしっかりしてます。まあ白ワインなんで8年熟成で、結構熟成感もね、普通のブルゴーニュのシャルドネとかでも非常に熟成は進んでると思うんですけども、いざ入ってみたいと思います。あ、色はね、やっぱ濃いですね。ちょっと後で写真撮ってありますけども、濃いですよね。このモンダリさんの濃いね。熟成の色合いもね、そこまで、まだ若々しい黄金がかってるんで、熟成感っていうのめちゃくちゃ進んでる色合いではないので。うわー、来ましたね。シャルドネ、僕結構よくトウモロコシとかね、香りすごい表現するんですけど、めっちゃトウモロコシ感強かったっす。こう樽のニュアンスっていうのがアメリカってドバッてねかけるっていう印象があって、まあもちろん作り手によっても違うんですけど、比較的カビルネもシャルドネもピノもそうなんですけど、樽を使う生産者が多い。樽のニュアンスね、これに関してはもう樽感そこまで感じないですね。厚み、トウモロコシ感だったりとか酸も感じるんですけど、やっぱボディの部分、ちょっと乳製品っぽい感じとかね、バターっぽさもほんのりあります。いわゆるシャルドネの濃厚な味わいっていうのがめちゃくちゃ感じます。もう温かい地域気候で育ったんだなっていう、ね、行ってみたいと思います。ああ、これはですね、飲んだ今この感じが熟成感出てます。シャルドネのよく言うんです、たくあんみたいな漬物っぽい感じのニュアンスとか、湿ったチーズとかね、よくいつもこの国旗方言になっちゃうんですけど、やっぱシャルドネが熟成するとこういう感じになるんで、そのニュアンスは最後だけ感じてる。で、飲み込んだ瞬間、その香りとりパワフルな果実味っていうのがめちゃくちゃ口に広がる。で、樽のニュアンスは全然ないんで、なんかね、意外にナチュール系ですね。僕のイメージと全然違いますね、問題ですよ。ブルゴーネのシャルドネですが、ちょっとミネラル感っていうのはあんまりね、感じられない。結構果実やの甘さだったりとか、トウモロコシ感とかね、すごい味わいがドバってくるんで、やっぱりそっちの味わいの方が非常に強いですね。で、しかもめちゃくちゃ香り開いてて、8年熟成のいい部分っていうのを感じてますね。カリフォルニアワインの父と言われてる、ロバート・モンダビさん。おそらく今ある在庫、日本一安いんで、3本買ってくれたら送料無料で送りますんで、沖縄とかね、北海道、離島は別途送料、クルーもかかっちゃうんですけども、偉大なね、カリフォルニアワインの父の味わいを感じれましたね。素晴らしい。こんなにいいと思わなかったです。やっぱ飲むべきですね。なんか自分のステレオタイプになっちゃダメってことですね。で、これにはですね、これに合うと思うんで今日、どうですか？スパニッシュオムレツです。何回も言ってますけど、じゃがいもとシャルドネ合うって言ってますけど、まあ毎回それやっててもしょうがねえなっていうね。で、この中にとろけるチーズと卵と塩、あとほうれん草も入れてるんですけど、カッと混ぜて、男爵と長芋も入れました。で、ね、こういうジャガイモもあるんですけど、これは間違いなく同調のマリアージュでいいんじゃないかなっていうことです。
ちゃんとジャガイモもね、入ってますね。ちょっとここの僕のカットした部分は長芋になっちゃうんですけど、強めに塩を効かせてケチャップなしで食べようということなんで、ジャガイモ感もすごい出てますし、ちょっと塩を入れすぎちゃったんでしょっぱいんですけど、逆にこのぐらいカリフォルニアワインの父の果実味には負けないぐらいなんでいいかな。ジャガイモ感も残る中でいってみました。普通に合う不動調のマリアージュでした。マリアージュポイント85。合わないわけがない。いつも毎回これつまんないんですけど、マジでそうなんですよね。今度ちょっとマリアージュポイント30とか0をやれっていうね、意見をちょっとコメントでいただいてたんで、最悪マリアージュをもう考える方が逆に難しいなって感じなんですけど、これとこれが合わないみたいな知ってる人がいたらぜひコメントいただければ、ぜひちょっとやってみたいんでコメントください。今日はカリフォルニアワインの父と一緒に一晩過ごしてみたいと思います。今9時です。乾杯。